ウェザーニューズ予報センターから台風の最新情報をお伝えします。台風の現在の状況ですけれども、日本の南海上にあって台風の目が非常にこうはっきりしている状態が分かります。発達中であるということが分かります。この後も台風は発達しながら九州の南海上を向かうようなコースを取るということになりそうです。台風が発達する原因の一つとして海の温度、海水温がありますが、現在の状況を確認してみたいと思います。気象庁の海水温度の分布図なんですけれども、先ほどの台風の位置をこちらの方にプロットしてみますと、この辺りに台風が存在することになります。海の温度は28度以上を示しているわけですけれども、この状態の中、九州の南海上を進むコースを取りますと、この継続して水温が28度以上ある、こういった海域を北西に進むというような状況になるかというふうに思われます。こうなりますと台風発達しながら進むということで、台風の進路を見ていきたいと思います。台風は現在ほとんど停滞という状態ですけれども、中心気圧は965ヘクトパスカル。この後北西方向に進みますが、明日24時間後の予想位置なんですけれども、中心気圧は950ヘクトパスカル。現在よりも15ヘクトパスカル強まり、非常に強い勢力になります。この勢力を維持したまま、さらに北西方向に進むということになりそうです。九州方面に近づくのは21日の後半から、最接近が22日、そしてその後、日本海に抜けていくといったコースを取るものというふうに想定されますが、今回の台風は非常にこう強い勢力を維持している。そして今回の台風は天候点から北東方向に向かい進路を変えますけれども、この天候点付近で動きを非常にゆっくりさせるということ、遅くするということで、九州方面への影響の時間が長引くというような、そういった恐れがあります。ウェザーニューズ予報センターから台風の最新情報をお伝えしました。